120点をつけさせていただきたいと思います本当にやってたんだねみたいな感じでイネーターの方がこうお菓子をたくさん用意してくださって <laughs> はい、今日はよろしくお願いします。素敵な短いのワンピースで。ありがとうございます。えー、そちらに、はい。はい。しいただきまして、じゃ一言、はいお伝ていただけますか。えー、改めましてフジテレビアナウンサーの佐久間美海と申します。本日はお忙しいところをお集まりいただき誠にありがとうございます。えー、何卒よろしくお願いいたします。え、それで手振ってもらっていいですかね。はい、そのままお願いします。はい、ありがとうございます。はい、いいです。いすはい、じゃあどうなるましょう

こう形になってすごくホッとしているっていう気持ちが大きいですね。出すにあたってこうちょっとまあ不安に思うところもあったんですけど、完成したものを見て、あ,あこんな素敵なものになったんだ。っていうすごく感動を覚えました。仕上がりとして点数をつけるなら。そうですね。あのー。もうまあ、自分が被写体としてではなく、もうこの作品としていろんな方々の。 思いだったりもう愛がたっぷり詰まっているものだと思うのでもう100点いや120点をつけさせていただきたいと思います撮影の際にこだわったことや思い出深いエピソードなどがあればぜひ教えてください。はいあのー、まあ本当にあらゆる部分にこだわりっていうのはいろんな方々が、あのー、関わってくださったのでこだわりはたくさんあるんですけどまあ こだわりというか苦労した部分という意味ではあの表情を作るのがすごく難しかったので、まあ、そこは自分としては結構こだわった部分ではありますねただただの笑顔なのかあるいはこういどんなことを考えての笑顔を作ろうかなっていうのとあとは真剣な表情でも。 まっすぐ見る表情なのかちょっと力の抜けた表情なのかまそういった部分にはえこだわりを持って臨ませていただきました、まあ、あとはその南の島で撮った際にあのまあ南の島そうですねまコーディネーターの方がこうお菓子をたくさん用意してくださって <laughs> だとかま本当にその撮影を通していろんな人とのこの つながりりだった温かみを感じました、ね、あとあの新体操の写真だったりフィギュアの撮影の際には、まあ、結構久しぶりにあそこまで動いたっていうのもあってかなり次の日筋肉痛になりまして、まあ、そういったのもいい思い出かなと思います。ちなみにあのこのフォトブックアナウンス室の先輩どなたかからは何か感想とかいただきましたでしょうから ご連絡をい,ただいてまあでもまずはえなみさんえなみがもう見た瞬間に「すごいね」っていう一言を頂い,いてまああのただあの本当いろんな方からまず言われるのが新体操とフィギュアやってるってことは知ってやってたってことは知ってたけどなんていうんですかね実際にああいったその写真で見ると。 本当にやってたんだねみたいな感じでこう驚きの声をいただくことが多かったですね皆さんもっと後でもっとじっくり見るねって <laughs> おっしゃってくれて私としても嬉しいやら恥ずかしいやらという感じですね。